前する写真撮ってますが、いよいよ10月から始まる第2期のご参加で、テレビアニメ「おそ松さん」の中に選ぶすぐご紹介。おそ松さんは一世を風靡した赤塚不二夫のおそ松さんを原作とし、純文豪である三つ子を描いたギャグアニメ。二十歳を過ぎても実家で暮らすまでのしょうもないクズニートがなぜこんなに人気が出たのか、私には全く理解できません。三つ子は一見同じですが、よく見たらこんな感じで少しずつ飛んでは上から順番に、おそ松、カラマツ、チョロマツ、イチマツ、ジュウシマツ、クロマツ、他にも個性豊かなキャラクターたちが多数登場。